281アンチ抜けの有名な図柄で、ポンチョを着た女の子。アイヘイト、放射能、レーン。その大きなステッカー。渋谷路上にて、281アンチ抜けは、匿名の日本のストリートアートの活動家。311と言われる2011年3月11日の、福島第一原子力発電所事故をきっかけにして、えっと、簡単なメッセージにて、 放射能の危険性や政治体制への疑問を訴えかけている。その絵はインターネットや渋谷駅周辺の路上を中心として公開されており、2017年には彼の絵を使った強調の著作も出版された。日本のバンクシーとして注目を集めている。福島第一原子力発電所事故までは基本的に日本政府を信頼していたが、政府が 福島原発のメルトダウンを隠していたということがわかり、それに対する怒りによって行動を起こす必要があると感じたという。活動の場所としては渋谷を選んだがグラフィティの文化が街に溶け込んでいることが理由の一つであった。さらに渋谷駅には岡本太郎が1945年に広島と長崎に落とされた原爆と1954年の 水爆実験時に被爆した第五福竜丸を30メートルに渡る巨大な画面に描いた明日の神話が展示されていたが311後の2011年4月30日にはチンポンが福島の原発事故を描いた絵をこの壁画に不正に継ぎ足したこれも281アンチ抜けが渋谷を活動場所に選んだ理由の一つであった281アンチ抜けはツイッターなどで 情報収集を行い、不特定多数に見てもらうには、ストリートアートという形式を取る必要があり、街の中にぶっぱなさないといられない気持ちになったという。2011年6月には、自らのツイッターアカウントを開設して、インターネットを通じて作品を公開し、12月には舞台をストリートにも広げた。怒りという気持ちを表現するために、伝播性のある手段である絵を選んだ。 作品は本人が感じている痛みと悲鳴を表しているという。作品には281アンチ抜けと記されていることが多い。東京電力のロゴマークを風刺している。東京電力のロゴマーク。最初の作品は東京電力のロゴとガスマスクを合わせ描き、その下にポリューションというメッセージが残されたものであった。当初は東京電力への憎しみ、 無責任さえの怒りがあったが、それは変化していくことになる。初期にはカラフルなポンチョを着て、長靴を履いた女の子の図柄が多く見られ、放射能のハザードマークを入れた、アイヘイト、放射能、レーンという文章が書かれてた。290種類あり、大量に街中に出現し、女の子の図柄も珍しいため目立ったという。放射能によって、 小さな子供が普通に水溜まり遊びもできなくなるような状況に対する怒りを愛兵とンとして伝え、そうした状況に対する憎しみはないのか、危機感はないのかと訴えかけたものである。子供は未来の象徴であり、一番の被害だと考えてモチーフに使ったという、東電や安倍晋三も風刺の対象にした。この事故の本質には、日本の体質、物の,の考え方、 政治があると彼は考えており、疑問を持ってほしいとして、絵を通じて訴えかけている。元首相、野田義彦と東電元会長、勝又恒久がキスをするモチーフに、絆というメッセージを記した作品なども作成している。2012年12月には、安倍晋三をモチーフとした図柄が、選挙妨害としてネット上で攻撃的に批判を受け、それ以降は危機を感じて、 匿名性を重視している。2017年1月に渋谷スクランブル交差点に貼られていた時のアメリカ大統領ドナルド・トランプを風刺した作品はトランプが白人史上主義のクークラックスクランのメンバーであるかのように象徴化されている。281アンチ抜けによればゾッとするような指導者によって日本に何が起きるかという恐怖から作品が生み出されたという。 絵を学んだことはなく、完全なガルーである。イギリスのパンクバンドのセックスピストルズのアルバムジャケットを手掛けたジェイミー・リードからは影響を受けており、イギリスの社会問題を絵で伝える姿勢に感銘を受けたが、高校生の頃にはあまり描く理由を見出せなかったという、パンクの精神である、笑ってしまうようなジョーク性を取り入れている。クリエイティブの根本は攻撃だと述べ、 東京電力の視点に対して、彼の絵を使って講義が起きたとき、武器として使ってもらえて嬉しいと感じていた。ありがとうございます。